こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、皆様をホグワーツ魔法学校にご招待ということでやってみたいと思います。ハリーポッターのですね、舞台となっている魔法学校ホグワーツ魔法学校なんですけども、このお城がですね、そのロケ地になってるんですね。雰囲気とってもいいですよね。映画がちょっとこう思い出されますよね。このお城はですね、アニック城というふうに言うんですね。もしくはアニックキャッスルというふうに言うんですけれども、イギリス風の発音だとアニックカーソルというふうになるんですが、これですね、どこにあるのかと言いますとですね、映画ではホグワーツ魔法学校はスコットランドにあることになっているんですけれども、実際アニック城というのはイングランドなんですね。このちょっとこちらがイギリスの全体的な地図で、ここですね、この辺りがエジンバラでスコットランドなんですけれども、スコットランドとイングランドの境界線というのはですね、こんな感じなんですね。ですので、場所的には一応イングランドっていう風になってます。でですね、このお城が建てられたのが11世紀の初めぐらいなんですけれども、当時はですね、イングランドとスコットランドっていうのは完全な別の国でございまして、でそのお互いに戦争してたんですね。でそのアニック城というのは、イングランドの一番最前線のですね、その対スコットランドとの最前線の防衛拠点といいますか、その一つのこう大きな砦として建てられたお城なんですね。でこんな風にすごくいい雰囲気のいい、下の緑の芝生もとっても綺麗なんですけれども、こちらはですね、現在ノーサンバーランド公爵という、貴族の方がお住まいになっていらっしゃる、そういうお城なんですね。でですね、このお城の中もですね、これどこかのシーンで出てきたような気がするんですけれども、本当にこう雰囲気がいいんですか、本当になんか魔法学校とか魔法のあの町っていう感じなんですけれども、実は今このお城はですね、公爵住んでらっしゃるところもありますし、また一部が博物館になっているんですね。でですね、その他にも庭園ではいろんなイベントが行われていたり、また建物の一部がですね、学校に貸し出されていたりするんで、教室になっていたりするんですね。本当に魔法学校じゃないですけど、本当に学校になっているというそんな感じなんですね。でですね、このお城の隣がですね、アニクガーデンという庭園になっています。これはですね、公爵夫人の所有なんですけれども、イングリッシュガーデンということですね、ちょっと庭園すごく広いんですけれども、こういう綺麗な感じで、これは水をこう流しているところですね、一部ちょっと噴水もありますけれども、こういったところですとか、あと一部にはですね、ツリーハウスっていうのがあるんですね。これ、ツリーハウスなんで、日本でツリーハウスというとですね、その木の枝にこう家が、小さな小屋があるってイメージがあるんですけれども、それちょっと違うんですよね。ですからこれ日本風に言うと高床式の建物って言います。そんな感じなんですね。でこのツリーハウスはレストランが入っているので、庭園を歩かれてですね、ちょっとこう疲れた時にこの辺りで例えばお食事されたり、お茶飲まれたりって一息つかれるのもいいかなっていうふうにも思います。でそしてですね、この庭園の最大の見物というものがございまして、それがですね、この写真はご覧になったことがあるかもしれませんね、ここにですね、ポイズンガーデンって書いてあるんですね。ここですね、ザ・ポイズンガーデン。でここのドクロのマークがこう見えるのをご覧いただけますでしょうかね。これですね、本当に毒草ですね。ポイズンって毒って意味ですから、毒草だけを集めたその植物園になっているんですね。この公爵夫人がですね、実際植物園を作るときに世界中の植物園を見て回ったところ、その、いろいろなこうヒーリングのとか、あといろんなこうなんていうんですかね、ハーブのようなものがあると。でも毒草がどこにもないということで、毒草だけのその植物園を作ったんですね。でここはですね、お手配は可能ですが、ガイドツアーでないと入れないんですね。というのはですね、もう毒草ばっかりなので、例えば、毒草っていうとちょっとイメージ湧かないかもしれませんけれども、日本で有名ですとトリカブトですね。これはヨモギと非常に似ているので、間違ってで鳥かぶとあんまり普通の場所で買えることはないので心配ないと思うんですけれども、そういうですね、毒草がたくさんあります。ですのでガイドと一緒に行かないと、例えばですね、植物にちょっと近づいただけでももう気分が悪くなったりですね、あとひどい時には失神してされてしまうお客様もいらっしゃるんですね。ですのでお手配はできますけれども、必ずガイドの方と、ここのガイドというのがいますから、そのガイドの方と必要であれば日本語通訳をつけて、そしてこの独創のガーデンを、楽しむって言ったら変ですけれども、ちょっとこう見学するような、そんな感じですね。
で、まあ、せっかくですね今回、ホグワーツ魔法学校にいらっしゃってるわけですから、学校入学は許可されないとしても箒に乗って空を飛ぼうという特別授業があるんですね。でですね、この広い庭園でですね、学校舎の前の庭園でですね、この特別授業が行われます。まあ、ちょっと授業料かかるんですけれども、その特別授業終わるとですね、もう見てください、子供でもすぐ箒に乗って空を飛べるようになるんですね。もうお子様からお年寄りまでどなたでもご参加できるプログラムなんですけれども、ちょっとジャンプ力がない方は難しいかもしれないですね。でですね、こういう普通ね空を飛ぶだけではなくてですね、この映画に出てきたようなこの箒に乗って戦うシーンですね、まあ、こういうこともできるようになるぐらい、まあ、ホグワーツ魔法学校の箒に乗って空を飛ぶ特別授業というのは素晴らしいですね。まあ、やっぱり必要なのはですね、ジャンプ力、そして空中でのポージング、そして何よりもシャッターチャンスですね。この3つが揃いませんと、もうグダグダになってしまうと思いますね。まあ、実際にそういうプログラムがありますので、この思い出に残るいい写真が撮れるといいなと思います。今回はですね、皆様をホグワーツ魔法学校にご招待いたしました。まあ、先ほどの地図をご覧にいただいた、まあ、先ほどの地図ですね、まあ、あれをもう一度出すまでもなく、やはりエジンバラから行かれるのが一番いいと思います。でそこでですね、このアニック城の近くにもホテルはあるんですけれども、まあ、エジンバラからですね日帰りで行ってですね、最初に朝来て、それでですね、このお城の中の博物館とかをこう見てですね、その後特別授業に参加して空を飛べるようになって、箒で空を飛べるようになってですね、でその後ですね、まあ、ガーデンに行かれて、まあ、例のポイズンガーデンとかも行かれてですね、最後そのトゥリーハウスでお食事をされたりしてですね、そしてまたいろいろ散歩とか散策されて、夕方エジンバラに戻るっていう、まあ、こういうプログラムが多分いいと思います。一泊されるとですね、どうしてもこう荷物を持ってくるようになるので、エジンバラから日帰りでホグワーツ魔法学校一日体験みたいな形でいらっしゃってみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。